皆さんこんにちは、ロックオンカンパニーの竹本です。ロックオンカンパニーは、10月を迎えまして、もう実りの秋という名の通りですね、非常にたくさんの新製品が今店頭に登場しております。でですね、この10月ロックオンカンパニーは、ラブリーサウンド、ラブリーツールスと題しまして、この注目の新製品、ロックオンの一押しのアイテムをお客様にお届けしたいと思っております。まずはですね、アビットのセールスマネージャーである、リッチ氏からですね、こちらの、ニュープロダクトに対して、コメントをいただきましたので、そちらの模様をぜひご覧ください。 The whole HD Native since its launch、it's really been accepted by some of the professionals at the highest levels. You know, we have guys in feature film、that are doing, you know, effects editing. They're running 256 track sessions using HD Native, and they're thrilled at the performance of the system. So,、but for some of our customers, you know, that need something that's maybe a bit more portable, HD Native Thunderbolt, it leverages the high speed of the Thunderbolt connection that's available on, you know, smaller systems like, you know, laptops, iMacs, that type of thing, and it allows us to extend the functionality of HD to a much wider audience than、those that are really, you know, with on HDX platform or on a Mac Pro. So, you know, it could be anything from musicians that maybe would get an HD Native Thunderbolt with an Omni and they can go record. It's got two great mic pre's in there, so you can go record at a club, get a fantastic recording. It's got low latency, you can overdub with it. For a native based system, it's got the lowest latency of any DAW out there. So it really gives us, you know, a fantastic performance, and it reaches those customers that maybe would have more limited applications with, you know, some of the FireWire or USB based products that we had before. It gives them the best performance of any DAW、and the most expandability too. Particularly in Japan, we've always, no matter what we've、released worldwide, we've always had、a request for more compact solutions for the Japanese market.、you know, obviously studio space、is more constrained than it is elsewhere. So really HD Native Thunderbolt provides a very powerful compact solution that really this kind of performance has never been available before in this compact of a package. So I think it's ideal for the Japanese market where people don't have, you know, unlimited space in either their home facilities, semi-professionals. You really need something, you know, space is at a premium over here, and this is really、fulfills that need for the Japanese market, I think.はい、いかがでしたか、アビットのこちらの新製品にかける意気込みが伝わってきたんじゃないかと思います。ではですね、実際のところ、こちらの製品のですね、実際どういう方に使ってほしい、こういう使い方がおすすめだっていうところをですね、弊社ロックオンプロのプロダクトスペシャリスト、陽介の方から、ご紹介させていただきたいと思います。陽介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロダクトスペシャリスト陽介です。アビットのHD ネイティブサンダーボルトなんですけれども、まあ、突然の登場、そして、実はこれが世界初のサンダーボルトインターフェース搭載のオーディオインターフェースという形で、登場しています。何ができる、ボックスなのか、こんな小さな箱なんですけれども、何ができるのかというようなところからまずは紹介していこうと思います。これは従来ありました、HD ネイティブ PCIe がそのままサンダーボルト接続になったというふうに考えていただくと一番シンプルじゃないかと。今実際このノートからサンダーボルトのインターフェース、これがこのボックスにつながり、このボックスからこの HD オムニが接続されているというようなシステム。もうこれだけでも非常に画期的ですよね。ノートでアビット純正のインターフェースを使って HD のシステムが動いてしまっている。まあ、これだけでも非常に画期的な話なんですけれども、なんとこの小さい、インターフェースで、最大4台のこの IO ボックスを接続することができて、64チャンネルの同時録音、同時再生ということを可能にしています。そしてあとはヘッドホンのジャックが、付属しまして、まあ、オムニの場合であればこちらの方にもヘッドホンありますけれども、 HDIO を使ったというような場合にも、ここのヘッドホンジャックの方から、1番2番にアサインされたチャンネルのオーディオ信号というのをモニタリングすることができます。
で、このヘッドホンの出力に関しても、聞いてみると音質が非常にいいので驚かれると思います、おまけでつけたのではなくかなり本気でつけたということが伺える音質のインターフェースですね。そして何より、このシステムのその見た目の通りですね、まさにこうモバイルできる HD システム、これが、初めて誕生したということも一つ大きなトピックなんじゃないかと。従来の HD システムどうしても PCIe のカードを使用していましたので、Mac Pro デスクトップタイプの PC が必ず必要になった、そうなると持ち運ぶ、モバイルするといってもどうしても車での移動だったりとか、荷物が多くなってしまい、非常に大変な思いをされた方っていうのは非常に多いかと思います。ただ、この HD ネイティブサンダーボルトを使えば、例えばこういったサンダーボルト搭載のノート PC を使っての持ち運びが可能ということですね。実際このセットであれば、見ての通りのサイズですので、それこそ電車でも移動ができるんじゃないかなというサイズですね。あとはシステムとしてのコストダウンというのも可能になってます。これを据え置き型、ホームスタジオ等ですねで使うという場合であれば、これが、iMac というようなパターンというのも十分に考えられると思います。で、 iMac もご存知の通り、CPU 最新のものを搭載してますので非常に高速です。かなり快適な環境が構築できるんじゃないかなというふうに思います。そしてこの HD ネイティブサンダーボルトのシステムに付属するプロツールスというのは、プロツールス HD10、HDX と全く同じバージョンのプロツールスが付属します。ということで、何ができるかというとですね、まずはラムキャッシュが使えます。このキャッシュサイズという部分ですね、これによってメモリを割り振ることによって、このセッション内のオーディオファイルをメモリ上にキャッシングをして高速なレスポンス、再生レスポンスですね、を得ることができる。非常に有効な機能です。この機能を使うことができます。この MacBook Pro の場合は 8GB のメモリを搭載してますので、そこから OS 分と、Pro Tools のアプリケーション分 3GB を引いた容量、最大 5GB までのアサインが可能。この5GB に対して、このセッション内のオーディオファイルを読み込むというところが、こちらですね。そしてそのラム上にどれくらいオーディオファイルが展開されているかというのが確認できるのが、ここのディスクキャッシュ、タイムラインキャッシュ、これはプロツールス HD10 で新しく追加された機能になります。このタイムラインキャッシュの方、下段の方ですね、こちらの方が実際にタイムライン上に並んでいるオーディオファイルがどれくらいラム上に展開されたか、今 100% になってますので、全てのオーディオファイルがラム上に展開されているということになります。ディスクキャッシュ、これは、リージョンリストにある方のファイルですね。実際タイムラインに並んでないものに関しても、ラムの方に順次読み込むんですけれども、それがどこまで読み込めたかというところです。これも 100% になっているので、このセッションが持っているオーディオファイルというのは全てラム上に展開されている、いわばサンプラと同じように高速なレスポンスでの再生が保証される状態になっているというのがこの機能の特徴です。で、再生側に関しては全てのデータをラムに持ってますので、クイックパンチだったりとか、そういった機能を使ってのパンチン作業ですね、その時にディスクに対してのアクセスというのは書き込みのみという形になります。これでディスクトゥースローとかフラグメンテーションをしていますよとか、そういったエラーから解放される非常に素晴らしい機能ですね。で、もう一つの HD ならではの機能としては、やはりこの IO を使えるアビットのフラッグシップラインですね。HD オムニ、HD IO、HD マディと3ラインナップありますけれども、この非常に高品位な IO を使用できるというのも非常に大きなメリットだと思います。スタジオ標準とも言えるこの HD IO だったり HD オムニですね、こちらが、こういったモバイルの環境だったりご自宅のホームスタジオの環境で全く同じ IO を使っての作業ができる、音質の変化を最低限に食いとどめてスタジオで聞いてた音をそのまま自宅の作業に引き継ぐことができる、もしくはモバイルした機材としてもスタジオクオリティのものを持ち歩ける、
これは非常に大きなメリットがあると思います。あと細かくはサラウンドの対応といった部分もフルに HDX と全く同じ機能が使えるようになってますので、ここら辺も大きな魅力なのではないでしょうか。そして、この HD ネイティブサンダーボルト、まあ、さらに上位のフラッグシップである HDX と何が違うのかというところがやはり気になるところかと思います。この違いに関してはやはり DSP の有無というところですね。 HDX の場合はモード上に DSP が搭載されていて、それを使ってミキサーのエンジンだったり、あとはプラグインの処理ということを行うことができます。 HD ネイティブに関してはその部分に関して、全て CPU の処理ということになりますね。まあ、その分コストダウンが図られているということになります。 AX のプラグイン、Pro Tools 10ですので、 AX もしくはアルタス、あとはオーディオスイートといったところのプラグインの使用が可能です。あとはレイテンシーというところが気になるポイントかと思います。 HD ネイティブもこの HD ネイティブサンダーボルトもそうなんですけれども、ネイティブ環境の中では最速の部類のレイテンシーです。非常に短いレイテンシー、実際数字として、メーカーの方から発表されている数字があります。 24bit96kHz の場合において HDX というシステムはスループットレイテンシー、 AD アナログ信号が入ってきて全ての処理が終わって DA から出てくるまでのこのラグですね、このレイテンシーがどれくらいかという部分の値なんですけれども、 HDX のシステムは 0.74ms という数字になっています。そしてそれに対して HD ネイティブのシステムがどうなのかというと 1.7ms。 これは、非常に画期的な数字ですね。実際のところ従来の HD コア、HD アクセルを使ったシステムというのが 0.9ms、ということを考えると、まあ、ニアリーイコールのところまで、追いついてきているということが言えます。そして、まあ、標準的なファイアワイヤーの、IO ですね、これがだいたい平均 5ms、 USB を使用したものですと 7ms 程度のそのスループットレイテンシーの値となりますので、そこら辺と比較しましても非常に使い勝手のいい、インターフェースということも言えます。コストパフォーマンスという点で考えると、この範囲で 1.7ms というこの値で、通常のボーカルダビング等であれば気になるということはほとんどないのではないかというふうに思います。とざっくりと HD ネイティブサンダーボルトのご説明をしてきましたけれども、非常に、コストパフォーマンス高く、またモバイル製だったり、今までのこのアビットの HD ラインナップが持っていなかった機能を実現した、まさに新しいソリューションということが言えるでしょう。ホームスタジオだったり、あとはモバイル、そういったところでの今後の活躍が非常に期待できる商品だと思います。音質に関してはやはりこの HD オムに HDIO を使用できるということで、ここに関しては全く疑いの余地がない、非常に高い品質を持ったプロダクトということが言えると思います。